先週、うつ病の支援についてお答えいただきありがとうございます。今は事実支援は利用しています。手帳を取るメリットってあるのでしょうか障害年金も通院歴からすると該当しますが、うつ病で休職中というだけで、9がつくのか分からず主治医に相談できずにいます。やはり相当病状の良くない方しか、障害年金を受け取るのは難しいのでしょうかうつ病の人で今、休職中なんですね。で、手帳を取るメリットはあるかっていうと、えー、9数にもよりますけれど、 あのまあ、税金とか安くなったりするので年,年間、ね、何万かは浮くと思うのでそういうメリットはありますね。えー、とちょっと僕はすぐ覚えてあの全部覚えてるわけじゃないので、えー、障害精神障害者手帳って検索するとそれあのどういうものが受けられるのか、えー、書いてますしあのブログとかで,です、ね、分かりやすく書かれてるものもあるので、まあ、見てもらったらなと思います。で障害年金についてはもう はですねあの該当するかどうかっていうのもこれもネットを見ると調べあの出てくると思いますねだから今の状態休職中だっていう状態だけじゃなくてもっと長いスパンで見たりするんですねあのだからこう回復の余地はどれぐらいあるのかとか、えー、うつ病といってもですねよく 良くなって普通の生活戻れる人もいればですね、なかなか戻れずにずっとこう、うつうつとしている、あの、なかなか復職できない、復職したとしてもすぐ休職しちゃうという人もいるので、あの、それに応じて、まあ、障害年金を受け取れたり受け取れなかったりします。あとは、その、病気を発症したときに、厚生、厚生年金に入っていたのか、 国民年金だけだったのかによってもまた違うので、えー、ちょっとややこしいんですけれどここら辺は、まあ、あの主治医の先生とかですね自分で調べたりしてやってくださいでもしですね自分じゃこれ書類を集めるの大変だなってことがあればそうですね社労士さんとかいますからあのそういう人と協力してあの書類作成するのもありかなと思います、はいうん